皆さんこんにちは、ダイスです。今回はモンハンライズやっていきましょう。キルトマスターから天水流バルファルクが現れた報告を聞いたので、今回はこちらのバルファルクの緊急クエストに向かいたいなと思います。それでは準備していってきます。では緊急クエストを受けていこうと思います。天水流バルファルク、モンスターハンターダブルクロスの時に買っていったモンスターではあるんですけど、もう動きを覚えてないのと、あとは今回出てくるバルファルクは異形っていうことで、その時のバルファルクとは違うんですよね。なのでどんな感じか分かりませんが、行ってみたいなと思います。一体の討伐、それにを屈指規格用の強制を制御配置を開示にこなす。天井を裂いて微闇を招かぬ。この上にいた。おお、びっくりした。向こう側がね、びっくりした。こっち来るかと思っちゃいました。初っ端から結構飛ぶんですね。バルファルクはモンハンダブルクロスでは戦ったことあるんですが、これは同じバルファルクでも異形っていう形なんだと思うので、ちょっと違うはずなんですよね。こんなに赤くなってたかな。でも空に展開して突撃する攻撃にその時は何回も当たっちゃってて、めちゃくちゃ練習した記憶があるので、覚えてればいけるかなと思うんですが、どうなるか分かりません。これも回るんだ最後。はい、右の翼、左の翼って確か伸ばすはずなんですよね。おっ、転んだ。あー、背中側にいる。もったいない。お腹とか顔ですよね。古竜なんだけど確か竜属性の武器使えなかった気がするので、私水で来ました。他のやつは確か使えた気がします。うお、あれ、伸ばすも突き刺すもあったっけ。ちょっとしばらく動き見ながら覚えます。これ緊急回避めちゃくちゃ使った記憶があるので、今みたいに回避しながらやります。ちょっと忍耐もつけときます。ちょっと防御が不安。いくかな。違う、逃げてますね。移動してる。あれ、また移動した。あれ行ったばっかりなんだけど、また戻ってきましたね。ダブルクロスの時って上の方、空かな、空旋回してる時にどうしても逃げられなかったらエリアチェンジとかしてた気がするんですけど、今回のは見て回避できれば回避しようと思います。これでお腹側いけるか。顔に行きましたね。顔、本当は機嫌の旋律まで溜めておきたかったんだけど溜まってないので、次の機会に取っときます。当てられるように打ちたいですよね。お、行った。お、旋回してる旋回してる。こう地図も見ながら探すとやりやすいですね。うわー、あれ、なんかもらいましたよ、襲撃って。あれ何か証か何か聞きました。もしかしてなんか案内出てましたよね。当たっちゃったけど直撃は免れてるのかな。どうなんでしょう。これはお腹攻撃か頭攻撃とかなのかな。止める方法があるみたいですね。
覚えます。楽しい。個人的にはモンスターハンターってクロス、ダブルクロスって遊んでたソフトなので、その時に新モンスターで出てきたバルファルクは思い出があるのですごく楽しいです。あと線が細いですね。 3DS で見てたよりもスイッチは画面が綺麗だし、こんな感じだったんだって細部が見れてかなり楽しいです。ただ攻撃を覚えてるのと覚えてないのがあるので、ちゃんと避けていかないと。これ止められるかな。お、止めてくれてるのかも。え、ダブルクロスの時って横側にいたかな、顔の脇にいたんだったか前にいたんだっけ、どこかこの辺りから狙うっていうのを決めてた気がするんですけど、本当に覚えてない。こっち来るかな。あ、こっち来る。よし、緊急回避で、後ろから尻尾とかはそんなに動かさない。この辺からちょっと前足と後ろ足の間に入りたいんですけど、本当は。あ、転んでる。よし、なんか中途半端な位置だけど機嫌も一応入れられたので良かったです。翼とかって V 破壊できそうですよね、多分。わー、顔がちっちゃい。V 破壊入りましたね。どこだろう、顔かな。お腹と顔と今壊れてる感じだと思うので、他のところもあると思います。あ、あと尻尾切れましたね。切ってくれたんだ、ありがとうございます。ちょ、これに突き刺さった記憶があります。昔これに突き刺さって2回とも当たったかなんかしていましたね。今回は当たんないようにできるだけ回避したいです。もうちょっと、よし、これはここでいいかな。お腹の下で3をできましたね。これはそっちに行きたくなかった狙いをちゃんと定めていかないとな。おあれ、こんなんあったかもしれない。これ、なに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 、ビームビームなんかしてたっけ。私今スタミナがやばいですね。どうしよう、タイミングよくいかないとなんか一撃でやられそうだなって思ったんですけど、大丈夫なのかな。移動したので移動します。この辺で上じゃなくてお腹に行きたい。やばすごい位置いましたね今。あれ、挟まった位置は即死かもしれない。気をつけます。機嫌も今溜まってるのでできればやりたいんだけど、位置が難しいな。爆破動いてるね。これでここでいけるか、いけるか、いないいけるかな。あー、爆破。やっぱ翼周りは厳しいですね。回復しに一回抜けます。あともうちょっと、なんか来る、なんか来る。おー、あ、終わった。ありがとうございます。真っ黒ってわけじゃないですね。なんか鋼みたいな色してます。かっこいい。お、素材の種類も結構あると思うので、集めて武器とか防具とかあるのであれば作ってみたいので、それも楽しみです。顔がちっちゃい。はい、ということで今回はバルファルク討伐に来てみました。とりあえず倒せはしましたが、
まだ動き慣れてないので何回も挑戦して慣れようと思います。うまくやれたかな。もらったのはこんな感じでした。結構いろいろもらえますね。お、明石 G もあります。この後どうなるのかわからないので、とりあえず見ていこうかなと思います。ギルドマスターとかミノトちゃんからの話はあると思うんですが、他にも追加っぽいのがあるかなっていうの楽しみですね。では話しかけてみます。あ、やっぱりイケーノっていう名前になってますね。イケーノテゼル。これってなんか話が終わりそうな気がしますね。違うのかな。この次は、もうなさそう。とりあえず一段落できたみたいです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!